そよ風は1945年10月11日に公開された佐々木康史監督による日本映画。松畜大船撮影所制作。この映画の主題歌及び挿入歌であるリンゴの歌は大ヒットとなった。並木道子奮するレビュー劇場の照明係で歌手志望の少女道が上原健也佐野修二奮する楽団員たちに励まされ、 やがて歌手としてデビューするという、スター誕生の物語。主演には撮影当時23歳の小畜、少女歌劇団員である並木が抜擢され、主題歌、リンゴの歌を歌った。他に、霧島昇や双葉明子も出演しており、音楽映画の一面もある。この映画については、主題歌は、そよ風で、リンゴの歌は、挿入歌という説が広く信じられているが、実際に、 オープニングとエンディングで歌われるのはリンゴの歌である上、劇中でも歌われる回数が多いのはリンゴの歌である。一方で、そよ風は劇中の後半になって曲が完成し、ようやく歌われる。長峰茂氏は実質的な主題歌はリンゴの歌と結論付けている。一般に戦後の GHQ の検閲を通った第一号映画とされることが多いが、実際には 検閲を受けなかったという説もあり、長峰茂都氏は制作開始や公開の時期から判断して、検閲を受けなかった可能性が高いとしている。道は18歳の少女。母と一緒に劇場の裏方として働き、照明係を務めながら歌手を夢見ている。楽団員たちは、そんな道の才能を見抜き、歌を教えていた。楽団リーダーの船田や、 年長の平松は道に優しかったが、横山と道はお互い意識しながら、口を開けば憎まれ口の応酬になってしまうのだった。ある日、スター歌手の笑みが引退することになり、船田はその後任に道を推薦する。しかし、劇場の支配人はいきなりの抜擢には難色を示し、道はまず、コーラスガールとして実績を積むことになった。バックコーラスとはいえ、憧れのステージ。 道はより一層のレッスンに励む。コーラスがある仲間の話題は、結婚や恋愛についてが主流。ピアニストの吉見の新婚生活や、船田と歌手、桜山幸子の恋愛の話を聞くにつけ寂しい思いをしていた道は、横山の何気ないからかいに傷つき、リンゴ畑を持つ実家に帰ってしまう。楽団員たちが頭を抱えていたところに吉報が舞い込む。 道の実力を認めた支配人が新番組のスターとして抜擢することを決めたのだ。楽団員たちは総出で道を迎えに行く。横山とのわだかまりも解け、道はついに夢に見た歌手としてステージに立つ。戦後、NHK の中に置かれた CIA は文化政策を担当していたが、歌舞伎や浪曲や芝居などは封建国水主義だと圧殺する一方で、 戦時中は禁止されていた軽音楽やジャズなどアメリカやイギリスの音楽を反強制的に持ち込む一面もあった。このような時世において映画業者もどのような映画を作ったら良いのか思案にくれていたが楽しい映画を作るしかないと考えた小竹は1945年の8月上旬に企画していた連日の空襲で息疎走している日本人に せめて映画を見ている間ぐらいは、連夜の恐怖を忘れさせるような明るい映画を改めて企画に持ち込んだ。その脚本は、岩沢勲徳が戦時中に書いていた、戦意高揚映画、100万人の合唱の脚本を作り変えたものであった。音楽は、佐藤八郎と万丈目忠しに依頼したが、 監督の佐々木が早取りで有名なこともあって、映画の撮影に主題歌が間に合わなかった。そのため、並木は、リンゴ畑で歌うシーンの撮影時は、丘を越えて歌い、アフリコ時に、リンゴの歌を吹き込んだ。このような過程を経て制作された末に、CIE の検閲をパスし、映画の公開に至った。時代を超えて、有名な映画だが、上映された当初は、酷評が寄せられた。 朝日新聞は戦後初めての映画表を行うにあたって1945年10月12日付でこの映画を取り上げたが虫図を走らせたいと思う人はこの映画の最初の10分間を経験しても十分であると評した。また、キネマ旬報でも再建2号で音楽映画であるにもかかわらず音楽的な感動がないと評した。他の新聞や雑誌でも概ね酷評されていた。 高見淳も敗戦日記で全くひどいものと評した。ありがとうございます。